養徳院木造養徳院慶長十三年十月二十六日は、戦国時代、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての女性、池田常氏の妻、実名は不明で、養徳院は陰謀、法名は継承。織田信長の乳母となってからは大井後、父様とも呼ばれた。栄昇十二年、池田正秀の娘として、大見国、または美の国で生まれたとされる。 父の正秀の蘇生は、出身も含めはっきりしないが、養徳院の母の改名、命日などの記録が残っており、その中では、甲州池田六郎なに坊室とされている。父の正秀には、着手がなかったため、滝川貞勝の子、常年を養子師として迎え、その性質となった。天文五年、常沖を出産した。父と夫の主君である戦国大名。 織田の秀での着難、吉坊子は当時3歳であったが、乳母の乳首を噛み破る癖があって困らせていた。しかし同年、彼女が乳母となってからは、これが治ったという、以来、大いごちと称された。天文7年の常年の死後、家父となってからは出家して、養徳院を名乗るようになったが、信秀の側室となって、娘、織田江殿を出産した。 天文十四年には十歳の常沖が信長のおとぎ御将として召し抱えられ、信秀没後も母子供に親しくし、元気四年六月十八日、信長より治行百五十巻を与えられている。天正十二年、常沖が小牧、長久手の戦いで戦死した後には、豊臣秀吉より常沖を見るつもりで、祝膳をご覧ください。と、特に慰めの手紙を与えられ、 天正17年11月1日、秀吉より、美の国宝剣軍ながらに800国の隠居地を、治行されて、移り住んだ。長寿であり、慶長13年10月26日、孫照正の張間国姫寺城で94歳で死去。戒名は、陽意佐尾隠伝生学継承大師、紀州高の山に葬られた。遺廃所は、備前草原寺。 京都明神寺田中五国,国院に木造があったが、五国院消失後は森学院に移され、現在は岡山県国清寺にある。ありがとうございます。